も本当に書いてあるよ。ダイナミックディテクティブサガーラって何？わあ、京一郎さんってかわいそうな人だったんだ。痛々しいにも程があるな。京一郎くん、頑張ってくださいね。これで準備完了だよ。キリちゃんのきっと次回もキリキリ舞い。どんな風に進んでいけばいいか教えてあげちゃうよ。よく聞いて、よく考えて選んでね。1話が終了した後、京一郎さんは3つの依頼を受けちゃいます。その依頼をどの順番で解決するかによって最終話が変化するんだって。それによって仲良くなれる女の子も変わってくるから注意してね。第1話、ようこそマイハウスをクリアしたので、次は第2話です。第2話は、次の3つの中から選んでね。これは浮気調査の依頼だね。こういう普通のこそ、妙に探偵っぽいよね。病気のヒントがあるんだけどな。聞く？2話目にこれを選ぶと M ちゃんと仲良くなれるかも。マイコかな、マドカかな、ミヤさんかな、ミツコさんかな。うわー、たくさんいる。これでいいかな。大学教授にレディーゴー。
これはティー用のカップだからコーヒー用とは別にしておいてください。この端が欠けてるのがコーヒー用なんですか？それはどっちかというとどうでもいいお客用です。よう、仕事か。野望って、もう少しこうスケールの大きいものじゃないのか？スケールなんて人それぞれさ、視野も想像力も生活可能な範囲に収まるもんだよ。今ここにいるよ。でも仕事の話なら悪いこと言わないから他に回した方が。はい、そうですけど。まどかちゃんは？お仕事ですよ。まどかちゃん、どこ行ったんですか？お金は規定の料金と経費です。浮気調査のお仕事になります。かっこよく去っていくのは京一郎くんには無理だと思います。でもまずお話だけでも。
夢も野望もいいが、何をやるにも金はいるものだぞ。そうだ、だいたいお前はここのツケだけでどれだけ溜まってると思ってるんだ。ツケとは何でしょう。それはメニューに載っていませんでした。先々月からの事務所の家賃と電気代と。そろそろこういうぐうたら男は放り出した方がいいと思います、旦那。もしかして京一郎さんはお仕事をしないとここにいられなくなるのですか？どんなお話になっているんでしょうか。いいから黙って何でも仕事しろ、ぐうたら探偵。まどかさん、京一郎さんがご心配なんですね。そうなのですか。私はとても心配なのですが。どうしましたか。ご無事ですか。そうですか。じゃあお待ちしてます。頑張ってください、京一郎さん。なんでこんなぐうたらに育ってしまったのやら。でお話ししたかと思うのですけど。そうです、そういうお仕事なのです。Thank you.
まずは3日間の期限でお願いしたいとのことなのです。贅沢を言っちゃダメですよ。京一郎くんにもお願いできそうな内容なんですから。すごんでもダメですよ。事実なのですから。ありがとうございます。調査には明日からすぐかかってください。お急ぎの様子なので。それはないです。こちらで全て伺ってますので。報告は毎日お願いします。電話だけでもいいですから。一郎くん、それではお気をつけて。